西武ドームではいろいろなものが売られています。人気のあの商品はどこで作られるんだろう。気になりだしたレオとライナはあるお菓子屋さんにお勉強に行くことにしました。レオ・ライナのちょっといい旅、今回は大人気ライオンズサブレを作っている小島製菓にお邪魔しちゃいます。お店のある熊谷市に到着。小島製菓は創業47年、老舗のお菓子屋さんです。名誉総裁賞も受賞したことがあるんだって。ではライオンズサブレの製造工程をしっかり見学します。使う卵は埼玉県越谷産、砂糖やバターと合わせて機械で15分、しっかり混ぜ合わせます。なんだか甘い香り、これだけでも美味しそう。埼玉県産が配合された小麦粉を練り込んで、生地は一晩寝かすんだって。美味しくなーれ。一晩寝かせた生地は機械で平らに、この機械すごい。あっという間に同じ厚さになっちゃいました。サブレの形に生地を抜いていきます。なんと全部手作業、一つ一つ丁寧な作業が続きます。形が整ったらいよいよオーブンへ。約5分間で美味しいサブレが焼き上がるんだって。いってらっしゃい。焼き上がりました。すっごく美味しそう。でも最後の仕上げが残っています。一つ一つにチームの誇り、Lの焼き印が押されていきます。焼きの香ばしい香りがたまらない。14枚ずつ分けてかっこいい箱に詰めたら、ライオンズサブレの完成です。焼きたてもまたとっても美味しいな。それではサブレを作ってくれている小島さんにお話を伺います。定番なんですけども、生クリーム大福などを、販売して、主に和菓子が中心なんですけど、そのようなものを売っております。今日はとってもお勉強になったな。美味しかったし、レオとライナはもっといろいろなことを知りたくなりました。次回はやっぱりあの場所へ。どうぞお楽しみに。